この動画は夕張名物、小倉屋パン重店から始まった。ふらりと立ち寄った店は、戦前から続く老舗お菓子屋さん。香ばしいお菓子を焼く様子の上に一枚の写真が。このヘアピンカーブ、それは北海道道3号の旧道の様子だった。ウプ主の冒険心が発火した瞬間だ。投鎖したい。ということで旧道との接点に降り立った。旧道の終端は溝で完全に分断されていますが、舗装路面と黄色のセンターラインがくっきり残っています。ちょっと先の車を止めたところには、ゲートがあって接続道路らしきものが存在しますが、コンクリートの U字管が侵入を阻止すべく置かれています。今日投鎖するのは右から左までの点々ルートで、まず U字型の振動を夕張トンネルまで歩きます。して、ここには U 鉄バスの錦沢入口のバス停が佇んでいます。多分利用するのは、葉っぱのお金を握りしめた狐だけだと思います。あっという間に夕張トンネルの入り口に到着です。ここから北海道道3号の夕張旧道区間の投鎖に踏み込みます。ヘアピンカーブと急搬による峠越えが危険として振動が作られ、平成19年頃に現在のルートに切り替えられました。切り替えの時期については公的機関の記録を調べられなかったので、ネット情報によるものです。北海道の山間地は例外なくヒグマの生息域なので、クマスプレーを含む登山装備で臨んでいます。Google マップによれば、旧道区間は 2.3 キロ25分のコースとなっています。健脚男児のウプ主には朝飯前のちょろい遠さですが、用心しながら歩いていきます。
ここが写真のパーキングエリアとヘアピンカーブですね。夕張メロン場の看板です。何かの看板がありますが、のっぺらぼう状態です。コースアウトしても大丈夫なように頑丈なコンクリートのフェンスが陣取っています。ていうか突っ込んで大丈夫なのはフェンスで、ドライバーは自滅ですけど。
力尽きた看板ですが、ガソリン税と自動車重量税はしっかり生きています笑い。セレナちゃんのところに無事戻ってきました。振動を行き交う車が見えます。廃道の旅も終わりです。ここで旧道は完全におしまいです。最後までご視聴ありがとうございます。また、次の動画でお会いしたいと思います。では、バイバイ。